麻雀スタジオ。立て続けに今撮ってます。ちょっと言っちゃ取れない、悔いが残る一曲がなかなか、ま、続いているので、クソと思ってまた続けています。さすが上級宅という感じで、結構しっかり打ってくる気がしますね。ドラが吐く、まあチート意味ってないんですけど、一応4と1なんで、もう一個重なったらチートEに確定します。ここでチートイ確定ですね。ちょっとメンツで無理だなと思ったんで、3万3増数層、親はもうドラ切ってるんで、イーシャンテンは確定かなと。リーチ来るなって感じですね。なので親の現物の9ピン1枚抱えています。これはまあ単ヤをドラ1ぐらいの泣きだと思いますね。早めにパーピン1枚処分しててよかったですね。2局また吐くか。おお、これはでも真ん中に寄ってて面単ピンいけるんで、吐くは使えないですね。なんか止まってるのかな、なんだろう、兆候なのか何かネットワークの、なんだこれ、一応動きますね、画面は動いてます。一応4面積見えてるんで、ローアン
かチーソーにくっつけば手を変えるかもしれないと。ちょっとこれドラ親のドラポンなんで親マン確定、ちょっと怖いですね。ただ街が分かんないんで、あー流れた、まあそろそろ親マンの天敗だと思うんで、うわすげえ。ただ街が分かんないですよねこれ。三蔵チーしちゃおうかな。いやここはあえて我慢だ。泣こうか迷った時は、迷ったら泣かないと。難ピン。ちょっと苦しいな。この曲。言いそうと言えば言い待ちだな。ちょっと一人行きなんで大物手直らないと逆転ができない。あ、これもいい手ですね。さっきから、まあこれはリーチピンフでいいや。さっきからいい手ですねっていうのはちらほら来てるんですけど全部実ってないんで、7等3、リーチピン普通も。一個乗ってくれれば違ったのに。ただ1万点差なんだよ。とりあえず親マンを上がってトップに出たい。上は一応マンズかな。初本一なのか。ドラの3ピンから引けばもう文句なしですね。ちょっとあの上がたとえ本一でもちょっと私の親なんで自分の手優先でマンズ普通に切ります。
まさかの天敗系に、うわパワーワン持っとけばみたいなこと言っても意味ないですね。もうあ今の9番切りかな。でもマンズ切りたくないしな。ようやく来てくれましたね。いや長かった天敗まで。やっぱりパワーワンも切りで良かったですね。 Q1 切ってたらロンという可能性もあったんで、ちょっと今のは角が効かなくて上がれるチャンスが十分にあったにもかかわらずテンパれなくてダメと。12100点、64直破熱も、いや苦しいな。もう2茶狙いの上がりでもいい手配ですね。これを跳ね満手っていうのはかなり至難の技だと思います。もう2茶狙いかな。ちょっと跳ね満無理だな。跳ね満どうやってもこう思い描けないですね。無理とかっていうよりは数アンコウとかじゃないと、3アンコウでも満眼レベルなんで数アンコウになるか、跳ね満はいずれにせよちょっと難しいというか、なかなか頭の中で想像つかないんで。うわーとどめのリーチか。ちょっと防戦一方だな。これは鬼相撲でアンコンならない限り転敗しなさそう。うわこれで2茶に、2茶から3茶か。おやまん、あ逆転かな。あトップ逆転で3茶ですね。うわなかなか厳しい。また悔しいな。なんかま上級宅でトップ取れてないんで、まあさすがと2茶と3茶をうろうろという感じです。